アブラーム・ルイ・ニデル・メエールは、スイス生まれのフランスの作曲家。作曲家として、教会音楽や、オペラなどを作曲し、教育者としては、教会音楽の理論と実践のための学校である、シ論音楽学校において、ガブリエル・ホーレやアンドレ・メサジェなどの卓越した、フランスの音楽家を育てた。オペラ、ラフロンドの4幕での様子にデル・メエールは、ニオンに生まれた。 彼は、ウィーンへ赴き、ピアノを、イグナーツもシレスに、作曲を、エマヌエル・アロイス・フェルスターに指示した。その後、ローマにおいては、ヴィンセンツォ・フィオラ・バンティの下で、さらにナポリにおいては、ニコロ・アントニオ・ジンガレッリの下で、研鑽を積んだ。彼が、ローマ滞在中に幸運にも出会ったジョアキーの、ロッシーニとは信仰を築き、ニデルメールが作曲したオペラを上演するよう強く、勧められた。 そうして、彼の初のオペラ、イル、レオパー,アーモーレがナポリで上演される運びとなり、そこそこの成功を収めた。ロッシーニと同様、ニデルメエールは1823年に21歳で、パリに今日定めた。パリではその後さらに彼のオペラが4作品、上演されることになったが、評判はかんばしくなかった。上演されたのは、ラカーサネル・ボスコ、ストラダラ、 マリエ・スチュアート、ラフロンドである。また、ニデルメエールは1846年のロッシーニの3作目に、して、最後のパスティッチョである、ロバート・ブリュスの取りまとめにおいて、彼に協力している。その際、ニデルメエールは、特徴的な音色とハーモニーを有する、フランス語のあらゆる重要なテクストを提供した。こうしたオペラへの取り組みが一段落すると、ニデルメエールは、 聖楽の宗教曲、世俗曲に専念するようになった。1853年10月、彼は当時書論音楽学校として知られていた学校を再編成して復活させた。ニデルメエール音楽学校に名を改めた学校は、その後も数度の名称変更を経ながら、現在名を開校している。ニデルメエールの教会音楽は20世紀に入るまで、フランスや、 その他地域で演奏されていた。彼はスイスに生まれて、オーストリアとイタリアで学んだという経歴を持つが、居住地としてフランスを選んだことから現在では、一般的にフランスの作曲家とみなされる。彼はパリで没している。注釈出典。ありがとうございます。